皆様お疲れ様です。朝ドラ大好きチャンネルです。今日は8月9日水曜日、早速皆さんの感想を見てまいりましょう。万太郎は寿恵子さんのことを笹と言ったけど、寿恵子さん自身は自分を単なる草だという。でも名前のない草などない。万太郎の才能を見抜いているけど、自分の価値に気づいていないところは実に寿恵子さんらしいところ。あやも寿恵子さんは発見士だよって言ってたしね。最終旅行の旅費として渡された封筒に姫すみれの絵が、園ちゃんも一緒だよという気持ちが伝わってきて泣けた。そっか、今まで気づかなかったけど、万太郎と同じく実は綾も世間を見たことのないお嬢様なんだよな。しっかりしているように見えて、市民の暮らしというものに触れたことがない。そこから見えてくるものがきっとあるはずだね。さとこさんはシダに似ていると言われ、寿恵子さんは笹と例えられる。どちらも華やかではないけど、強さやしなやかさを持っている。品の良さがにじみ出てるね。牧野博士が命名した寿恵子笹、笹エラ寿恵子穴牧野と学名まで美しい。本当に生命力が強くて、牧野記念庭園の至る所に生い茂っていました。内牧の葉が特徴的。家守りし、妻の恵みや我が学び、世の中のあらん限りや寿恵子笹、妻の寿恵さんを思って読まれた句碑も印象的です。天才って実は頭がいいというよりも、好きなことにどれだけ熱中して突き進んでいけるかだよね。でも本当にすごいのはその人ではなく、理解し支え続ける人なんだなぁと寿恵子さんを見て改めて思う。それこそ誰にも真似できない才能だよ。馬琴先生をお読みでない？いや、どこからお話ししようかと思って、もう一度ひれ伏したい。現代のオタクの始祖となりそうな寿恵子さん、八犬伝の話をしている時の生き生きとした表情、本当に可愛い。寿恵子さんって園ちゃんを妊娠したあたりから明らかに顔つきや話し方が変わってきてますよね。穏やかになったというか。でも綾に馬琴先生や八犬伝の話をするときは、万太郎と結婚する前の少女のような顔になるの。とっても素敵。万太郎と話すとき、竹雄が完全にタメ口になってた。さりげない演出だけど、綾の夫となり峰屋の最後を見取り、一回り男として人として大きくなったようで頼もしかった。彼となら綾もきっとゼロから再スタートできるはず。竹雄と万太郎のやりとり、本当に癒されちゃうな。二人は長い時間をかけて対等な関係になったけど、万太郎の髪を拭いてあげる竹雄を見て、竹雄も変わってないところあるなって思いました。自由に出ていくことも流れてくることもできる。それでもつながりが消えるわけじゃない。ずっと家に、酒蔵に、女であることに縛られてきた綾の、どこでも生きていけるという解放感、そして発見士のようという寿恵子さんからの称賛、綾の挑戦も失敗ではなく冒険の途中なんだよな。この物語で万太郎に、気持ちだけではどうにもならないでしょと現実的な問題をぶつけられるのが竹雄しかいないことを忘れてたくらい、お寿恵ちゃんのサポートでなんとかなってたんだと再認識。いつも笑顔で艶やかだからこそ、
その苦労が薄れてたけど、お寿恵ちゃん相当大変な思いをしてるはず。田辺教授は美意識がとてつもなく高いので、ハレンチなことはしないと視聴者は知ってるけど、あの言動で敵しか作らないので、そりゃもう方々で恨みを買ってるだろうな。さとこさんがいてくれるのが救いかな。傷つかないでほしいよ。まさか小説の作者は丈之助と勘ぐってしまったけど、2回目の視聴で気がついた。お寿恵ちゃんが作者名を見て、知らない人の名前って言ってた。ちょっとほっとしました。俺とその辺の俗物を一緒にしないでよねって丈之助自身も叫んでたしね。かくなる上は、田所教授と女学生里美さんの純愛物語を別の新聞に連載するしかない。行け丈之助。田辺家の女中さん、新聞記事を読んで押しかける人たちに明らかに憤っているし、里子さんの友人ですと言ってやってきた末子さんを自分の判断で、おそらく里子さんには今彼女が必要だと家の中に入れてしまうしで、彼女の持つ気概が感じられてとても良い。あの時代で娘を女学校に行かせられるのはほんの一握りだから、実態を知らない人も多いし、やっかみもあったんでしょうね。庶民が知らない場所をスキャンダラスに伝えるというのは昔からの伝統芸かも。田辺教授の自宅前に集まっているヤジ馬たち、現代ではこういう風景はなかなか見られないけど、ネットの中では昔以上に日常茶飯事な光景になってしまっている。ダメなことに対してノーと言えることは大切だけど、品性を失った罵詈雑言を並べる人間にはなりたくないなぁと思う。気をつけなければいけない。武雄が今東京にいることを、彼が以前働いていた洋食屋さんのマダムたちに教えてあげたい。朝ドラが大好きなあなたのための朝ドラ大好きチャンネル、ぜひ皆様の感想もコメントしてくださいね。誰かと朝ドラの話がしたいけれど、周りで見ている人がいないという方も多くいらっしゃいますよね。ぜひこの動画のコメント欄で朝ドラについて語り合っていただければと思います。僕もすべて読ませていただきますね。お待ちしています。そしてこの動画を少しでもいいなぁと感じていただきましたならば、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。やり方がわからないという方は、画面の下説明欄にやり方を載せていますので、そちらをご覧くださいませ。今後の制作の励みになります。よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。